世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。何を考えているのかは想像がつく。そいつは置いとけ。今は会社の人に拾わない。母様、これは。てめえを倒してこの戦争を終わらせる。宇宙惑星螺旋手裏剣。進化。うわ。限界のようだな、カカシ。まだだ。美獣の番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ。俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は。オビト。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は
第三次忍海大戦、老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けてゆく時代、傷つけ傷つき、奪い奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない三人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。凛は甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ、俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く、君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか、大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます、援護してください。焦っちゃダメだカカシ、やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです、今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。戦争中とはいえガキ相手ってのは気を引けるかな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。準備完了だ。やりやがる。すぐに行けるわ。よっ、準備完了だ。シュドン。
本当。今の忍びを舐めるな。よし、来るな。この金髪野郎はまさか気の先行。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやる。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。リン、こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ。ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ！リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。リン！
この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大したこと。しかし度胸があったとしてもどうにもならない。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だ。まだ腕が震えやがる。恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。少しであるの。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。やはり考えも行動もガキだな。お前はこの俺が貴様ごときに本気を出していると意外とね。どうやらお前を過小評価していたようだな。ほう。おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイザック。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。当然だ。関連システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。一応勝つと言うてめえは。これは俺が。ガキが相手だからといって気を抜く。ちょっと油断してもいいで。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。調子に乗るんじゃねえぜ。ガキが。任せろ。蹴りつけてやるぜ。このガキ、やっぱ手強いな。大丈夫だ、この程度。オビト。じゃあな。ここで。
前、目が…まだ死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけで、みんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。その目は…オビト、お前、シャリンガンを…ここは…仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるぞ、オビト。ああ、助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ。
いんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？オビト！ちくしょう！俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや、忘れてたぜ。俺、お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でも。いいから行け。リン、ドトン、熱の転生。リン、早く捕まれ！やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンはどこなんです？間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。
あの世との狭間だ。内派の者よ。その目、まさか。じいちゃんも内派の。痛みを感じるということは、まだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか。ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居はしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ。マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン。俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう。何やってんだてめえは。いやまたリン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 ってつぶやいてたからどんな夢見てんのか気になっちゃったって。へえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見たときは度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけかそのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの。因果を切るだのなんだのとわけわかんねえ話だけして自分はずっとお眠か。分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だから
何だって思い通り。死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ。今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ。お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。たくバカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。よしお前ら、そろそろあれやるぞ。ほーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。よし行くぞ。手加減抜きでやる。覚悟しろよお前ら。こっち来い。ガトン攻撃の術。ガトン攻撃の術。手加減してくれるんだけど。僕らカタシのことを詳しく知らないし。行くよ。手合わせをやるたびに思ってたけど、君は戦いの基礎はできてる。当然か。こっちからも指導してもらって、カタシの手合わせでボロボロにされた目だ。そんなのどれだ。この子賢いっすね。こっちで強くなってこの葉に戻る。でも驚くぞ。またリンリン言ってる。賢いっすね。昔の俺より強くなってる気がする。実際なってると思うよ。君の半身は特別な細胞で作られてるんだし。自信がついたぜ。いい感じだ。前よりもさらに馴染んでる。もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってた凛ってのがやばいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。凛とカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。
お前、マダラの部下だろ。いいのか。リンとカカシを助けたいんでしょ。ありがとう、くるくる。よし、行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。港先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。カカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを、リンを何とか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ、変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。たった一人で仕留めるぞ。
この葉隠れの初代火影だけではなかったのか。第二章は全滅。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切る。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろう。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも。俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ。もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界。その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間、お前が内葉マダラだ。本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな。なぜかとあえて問うなら、
お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで？聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ！そいつは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。するにはまだ足りん。この感じ、奴に近いものを感じる。だが、それでも俺は届かん。お前は柱まではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん。
ナルト、オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ！おう！世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが。ジュビだ。あいつがジュービー。クソ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれは世界を循環している自然エネルギーそのものだ。ジュービー復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。始める気だぜ。ナルト、カカシとガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。目覚めたら本調子はねえはずだ。今
最後のチャンスだと思い、油断すんなよ、あったよ。逆に聞きてえもんだぜ、やつを前に油断できる時をよ。もっともないけどな、チェヘラッチョ。Thank you.
攻勢なると。この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおのここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し十尾を追い込め。行くってばよみんな。ダコン第一動画。こそお前の言う忍び連合軍の術だってばよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。奴らに教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。ホビト。の方向はここか。連合の頭を狙うか。まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする。やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木遁！刺し木の術！なんて数だ！どうすりゃいいんだよ。やめ
いや、俺はもう。ネジ兄さん。ナルト、日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんで、なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に、天才だと言われたからだ。ネジ、ネジ兄さん。おい、ネジ、しっかりしろ。おい、ネジ。おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。さっきネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味、わかる？仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな。父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは、キュービチャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。仲間の死から何も学ばない幼稚な忍びに過ぎない。
確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。行くぞ。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。加賀先生。さあ、これからだぞ、楽しいの。一体見つけた。水月、それに十五か。探したよ、本当で。今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがそのすごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見て、な、すごいでしょ。これだ、すべてを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。え、誰？オロチマルだ。はぁ、あ、何言ってんの。オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。十五、そこの女を連れてきてくれ。こいつは兜がさらっていた木の葉のくの市だ。樹院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。虫かよ。解除封印。
受けていいな。まだ組織を狙っている。さて、どうかしらね。まだまだやれるでしょ。おちょくられてるのかって。このままぶっ倒しちゃおうよ。寂しいか。ベトリジュ、スタローを下げっち。オロチマル、あんたの考えは分かっている。うえつけろ。オロチマル、気は済んだか。もういいのか。肩慣らしだしね。この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった。以前とは少し違うよね。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこと、いちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中でずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺はあまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、悪くないわね。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？あなたもよく知っている場所よ。さあ、行きましょう。ふーん、木の葉の、それも内葉の神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて、始めるわよ。式風神開。その巻物に書かれている術を使うにはこの面が必要なのよ。これを使い、式風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば。十五、サスケ、水月、準備なさい。あとは十五、あなたのチャクラを使って、サスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの感触につけていたゼツがそのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼らはあの四人を呼び出す生贄となってくれる。江戸天聖の術。うわ、来るわよ、すべてを知る者たち、先代のおかげたちが。これが、
初代火影、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉佐助、あんたたちほかげに聞きたいことがある。なんと佐助か。三代目イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ、忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間、指を下ろせ。わかった。ガハハハ、いやーすまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、ちと長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに、ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。これはそうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの、まず里と忍びについて語るには、内葉と千住、マダラと俺についてからだの。覚えてるか、
ガキの頃にここで話したこと。ああ、あの時は正直冗談かと思ったがな。ひどいやつぞ。俺は冗談であんなことを言うような性格ではない。しかしまあ、本当におかしなやつだったよ。お前は子供のために学校を作り、兄弟が死なない里を作るだったが、うん、自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった。俺の描いていた夢と同じだった。だからこそ俺はお前と共にここにいる。だな。この葉隠れの里か。今の俺にとってこの里は守るべき大切なものとなった。ふん。ところで、火影就任の件は考えてくれたか。何？あれはマジな話だったのか。てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる。俺は本気ぞ。火影役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだ。いや待て、そういうのは俺らしくない。お前の意思は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ、半分嫌がらせじゃねえか。ずいぶんと様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが火影にふさわしいと思っている。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が火影だ。まだら。この石碑、これは内派に代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め、陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い、神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？まあいい。今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ？柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。なぜ？この里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。火影の右腕として、兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時、二代目火影として。お前の後、おそらく扉間が火影となろう。そうなれば内派はいずれ消されていく。それが分かっていて、里を出るよう内派の他の者に声をかけたが、これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、お前との戦いを楽しむさ。
本当の夢とは何なのだ。なぜ何も教えてくれない。ホカゲ様、何事だ。うちはマダラが木の葉に。そうか、戻ってきてくれたか。木の葉隠れに謀反、先遣隊は全滅、第二陣第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダラの進行を止められません。ホカゲ様、いかがなさいますか。ホカゲ様、何を言って、何を。マダラ、この里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜ。ダメだ、わからぬ。お前の考えがもう何も。激闘に続く激闘。マダラも俺ももはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。とどめを刺せ。できないか。それが柱間、お前の甘さだ。くっ、俺は俺たちの、いや俺の里を守る。何があろうとも里を守ることが何より人を、忍びを、子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、里に仇なす者は許さぬ。本末転倒だな。それが里の闇に。創生に始まる。大月を経てもなおやむなく続く連鎖が。受けてみよう。忍びとなり、一族となり、里となったすら戦乱は絶えることなく、そして憎しみは広がる。ははっ、滅せよ。かつて
たち戦い続け。踏み込みが足りん。僕と一緒に寄せの術。やはり貴様との戦いは心を踊る。まだら、お前は、お前は、フェイスだ。もっと俺を楽しませろ。うわ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 たみかける込められると。あれは。甘いぞ。畳みかける。燃えるがいい。そんなまま攻撃をするつもりだ。柱は。お互い温まってきた頃だ。決着。そのところだ。
白魔よ。俺とここまで対等に戦えるのはお前だけ。それこそが忍びの戦いだ。お前と戦いたいとは思わぬ。お前は俺の友だ。そういうものにこだわる。お前が本当の夢ってやつやな。俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そして
それを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言ったマダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが。無限つくよみ、里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代おかげの話を聞いてあなたの考えはどうなったかしら。やはり刃を木の葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。ここからの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケか、てめえ。カリン、チャクラ感じたんでまさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ、カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。てめえ絶対許さねえからな。すまなかった。てめえそんな言葉許さごときと思っているサイルが、このろくでなし。相変わらずサスケ君に弱そうね、カーリン。あの髪の色から察するに彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな。俺の妻も兄じゃ。思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことがある。ん？戦場に向かうのはいい。だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、
わしは疑問を持っておる。どういうことですか？足手まといになるならば、おとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちが。オロチマルとやら、お前はまあいい。他のものが問題なのだ。ならば試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん、ならば俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に15、あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで。バカな。かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。ですが、今回ばかりはこのわしも心が痛くなっております。だろうな。絶対に魔法する。僕はもう一度行くぞ。私のことを口にしてもこの程度の実力では。受けてみな。お前と行けてる。そのようだ。何か仕掛けてくるな。さて、試してみるか。力見せてやろう。ただそうなんだけど。大気が震えている。僕がやろうか。受けてみな。すっきりしたぞ。逃げられると思うな。黒龍の術。行くぞ。受けてみな。僕がやろうか。甘い。受けてみな。おい、行けるぜ。
やり。行くぞ。力があれば評価を下すのはまだ先だ。ん？何を遊んでいる？戦闘！戦勝派！水月！やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないでしょ。どうする？このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかな。まあ想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。あー、サスケ！待たせたな。いえ、それで結果は？うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える。ナルト、今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。わだな、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつの世も戦いよ。だが戦争もこれで最後ぞ。行くぞ。が手加減なしとは。遅かったか。いや、
人だぜ、父ちゃん。みなと、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よーし、始めるぞ、みなの者。ほ、火影様たち、なんで。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に。おう、みんな俺たちの知ってるあのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな、嬉しいぞ。走るな。お前は後、まずは10秒止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトもね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを分けてるのは封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法史跡用心。さらに俺だけ加えての戦法明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。サクラか。どういうこと。本当にサスケくんなの。てめえ、何しに来やがった。なんでサスケくんがここに。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がほかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がほかげになり里を変える。ほかげになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がほかげになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。ほかげになるのは俺だってばよ。そんなにほかげに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、さくらちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる。よっしゃ、第七班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。